バチタレの座をかけた。激しき合戦の火蓋が切られる。未来のスターはいずこに。候補生の運命を決めるのは、あなただ。こんにちは、山田キングです。さあ今回のアイウルサバイブは二次オーディションを行いたいと思います。この二次オーディションね、一次オーディションを勝ち抜いた新人が2人で対決して、勝った方が DMM パチタウンの専属タレントリアルスターズに入れる企画となっておりまして、もうねガチンコの戦いが今日は行われるということで、皆さんぜひ応援しながら見ていただきたいと思います。じゃあその二次オーディション参加するお一人目紹介しましょう。こちらの方です、どうぞ。はい、こんにちは、たくみです、よろしくお願いします。はい、たくみくん、はい、ハロウィン、それハロウィンです。違うでしょ。はい、もう終わってます。違うでしょ、はい、何なのその気合が入ってるって感じ。それは気合できてます。二次オーディションですけども、はい、一時はちなみにどういう感じだしたかね、たくみくんは。一時はバジリスク絆を打ってプラスで終わりました。終わりました、はい、そして見事皆さんがね、投票していただいて、はい、1次を勝ち抜いて、はい、今回2次ということで、はい、今日は新人同士でガチンコ対決行いますので、その相手をじゃあね、はい、呼びたいと思います。はい、こちらの方です、どうぞ。どうも、お久しぶりでございます。 K でございます。いや、名前を、すいません、時間差で申し訳ございません。ハデスを打った K でございます声が遅れて聞こえてるようではございません。ケイ君ということで、ちょっと緊張が今日は、はい、今日はなんつってもね、本当にもうヒリヒリした勝負になってますから。そうなんでございます。ちょっとここでまず二次オーディションのルールを2人に改めて説明したいと思います。今日はね、この2人でガチンコでホールで実践してもらいます。で、サマイスで勝った方が勝ちっていう非常に分かりやすいルールとなっております。ただ2人とも終始的にマイナスだった場合は、2人とも失格となります、はい、なんで収支をプラスにして相手にサマイスで勝つ、はい、すると見事専属タレントの道と、なるほど、進めるということで頑張っていただきたい。で、実践ホールがこちら飯田橋にありますオアシス飯田橋店さんということで、スロットもパチンコもありますので、どっちを打ってもらっても構いません。とにかく相手に勝ってもらいたい、はい、で制限時間は、6時間、はい、はい、6時間内で立ち回っていただきたいと思います、はい、大丈夫ですか。はい、はいはい、それじゃあ意気込みをたこみくんからじゃあ一言お願いします。はい、成人式の日に友達からお前何やってんのって言われたら、ああ俺 DMM って言えるような人間になりたいなって今日思ってます。よろしくお願いします。あんまりかっこよくないで大丈夫大丈夫ですか。まあまあそれを目指してやりたいと、はい、頑張ります。はい、じゃあ K 君意気込みお願いします。はい、成人式で、あ、違います、すみません。どうした、どうした、ちょっと滑りました、すみません。いや、パクロードしたけど、諦めるの早かったな。はい、すみません、諦めましたね。成人式も とっくに過ぎてるんで、すみません、26歳です。そうですね、まあ、相手はすごく強敵だと思うんですけど、まあ、それに、そのブランドに負けないように、まあ、僕の引きで、見事に勝ってやりたいと思っております。はい、よろしくお願いします。ちなみに、今、ケイ君が言ってたのは何かと言いますと、こちら。オモダミン C の弟となっております。よろしくお願いします。ということで、本当にね、もうホールも空きますんで、はい、ガチンコで戦って、はい、っていただきたいと思います。はい、それでは、二次オーディション、行ってみたいと思います。とりあえず下見をした結果、昨日狙い台がクランキーの方に1台。まあ、あるのでこの台にしたいと思います。狙い台がもう僕1台しかなくて、何番台だっけな、これだ、これですね。はい、マイジャグラー2です。で、選んだ理由がデータランプ見てほしいんですけど、いいですか、すいません。意外と知らない人が多くて、履歴がゼロゼロ、こういうゼロゼロ、
え、こういうのホールさん嫌がるんですよ。ゼロをつけたくないんですね、ホールさんはとりあえず。で、なおかつもう一つ理由が、昨日、おとといがあちらの台が6、多分推定6なんですよ、おとといですね。で、昨日これが多分6なんですよ、まあ、霊覚もついてきて。で、こうスライド式で入れていくって感じなのかなって思ってて、あともう一つが前ジャグ2、1日1台は多分上が入ってるって感じで、これを狙い何にしました。はい、はい、それでは前日下見をして、まあそうですね、フランキーの中に狙いたかったので、まず本命台の方から打っていきたいと思います。まあそうですね、設定位置でも機械割りが甘いということもありまして、まあ今日は絶対に負けれない戦いなんで、まあ背に腹は変えられないと、絶対にまあ自分がプラス3枚でなおかつ相手にも勝利しないといけないので、まあそういう部分を考えて、まあ押し引きを考えた結果、この大選択になりました。まあ甘いと言っても、まあもちろんその合算通りに 100% 出るわけじゃないので、もちろんまあそこはうまく相談しながらやっていきたいと思います。まあまだ導入されて間もないので、まあ完全な解析が出てるわけではないんですが、一応実践値なので、公約の実践値が出てるので、一応それを参考に公約の方もカウントしながら打っていきたいと思います。当たりましたね、ゼレ目から公約外れで、さあ1回目のボーナス、いい音。投資は3000。とりあえず今ちょっとね、手が動かないんで、緊張してビタ押しできるか。あー、ミスりましたね、やばい。はい、2回14枚取った後は、あとは順押しで、まあ多分皆さんもご存知だと思うんですけど、はい、これでマックス、この手順でマックス250枚拍動できます。でビッグ中の 14枚役なんですけど、2回連続で取ることによって、なんこの大枠のフラッシュですね、普通通常時はめったにしないんですけど、これがした場合は絶対チェリーをはスイカはボーナスっていう、2回連続で成功した場合のみ、絶対にチェリー、スイカ、ボーナスが成立しているときはフラッシュしてくれるっていう状態になります。まあそうすることによって、普段チェリー取りこぼす赤7とか狙ったりすることもできるので、まあ打ち方の幅は広がるかなっていう。まあ、あとはこの出玉が飲まれる前に、まあ、ボーナスをつなげていけたらなっていう感じでございます。まあ出だしとしては全然悪くないですね。なんでマイジャグ2かっていうと、まあ、ジャグラーの中では機械割りが高い、表記より6は表記より多分 1% ぐらい高いんですよ、機械割りが。
あのアイムジャガーとかね、ちょっとね、機械割り本当は愛着が一番入ってるんだと思うんですけど、機械割り低くて、まあ6でも十分何回か負けたことあるんで、ちょっと見づらいですけどね、ランプが。ここにランプもないし、あとスロットやってる人にはぜひ覚えてほしいんですけど、メダル触った後とパチンコ触った、パチンコ玉触った後、帰った時は必ず手を洗った方がいいですよ、間違いなく。僕今風邪ひいてるんですけどなんであの時手を洗わなかったんだろうという後悔しか残ってないんで、そこら辺のちょっとね、小汚いおじさんがね、トイレ行って自分の何を触って手を洗わずにそのメダルを触って、そのメダルを触ってるかもしれないって考えたら結構ゾッとするじゃないですか。今からでも遅くないから絶対に手を洗った方がいいです。単独、おお、単独レグだ。単独レグ、出玉的には嬉しくないけど設定図的には嬉しいところ。今日対戦相手がK さん、 K さんということで、なんかちょっと正直受かっても嫌だし落ちても嫌だしって気持ちだったんですよ。なんか朝起きてからモヤモヤしてんなと思ったんですよ。でこの気持ちどっから味わったあんなって思ったら、高校受験の合否の時でした。あれ、友達5人ぐらいで受験、高校受験行ったんですけどね、で合否に行ったのは3、友達と自分入れて3人で、まあ友達受かる、俺受かる、で友達1人だけ落ちちゃったんですよ。その時のね、帰り道はね、もうね、なんて声かけたらいいのか分かんなくて、お通夜でしたよ。僕が落ちた方が気持ちは楽だけど、ならもう再就職にしたいと思ってるんで、19歳ですけどね。よし、あ、間違えた。目押し間違えた。ああ、来た来たよ。この6の典型的に負けるパターン、レギュラー連発。イエス。本当にもう、もう6だ。ケイ君ごめん、6だこれ。なんで化けなんだよ。おろと、中乱チリ、これは設定差ないです。イエーイ。多分さっきの当たってましたね。はい、外れたんで、多分さっきの青7
ゲチャナですね。どうするんです。うん、負けかな。はい、レギュラーも1回だけ。1回14枚取ったら、あとは順押し消化で。まあちょっと変わったボーナス確率なんで、まあレギュラーがめっちゃ重いんですよね。まあどっちかというとレギュラーに明らかに設定差があるので、まあレギュラーに引くことに対して悪いことではないので全然いい。レギュラーは全然引いてくれて OK です。まあ出玉的にはねビッグの方がいいですけど、もちろん。まあとりあえず飲まれかけでつながってくれたんで、とりあえず追加投資はしなくて済みました。ちょっと相手の様子見に行っていいですか。ちょっと見に行きたいと思います。やっぱりすごく慎重な戦いになるんで、まあここはしっかりと状況を見ながら、もしかしたら打つ台も変更しないといけないんで。ちょっとやばいっすね。まあでもまだ自分の台も全然、まあまだ始まったばっかなんで、とりあえずはミック、はい、上手。はい、追加投資です。いやもう100からハマりだよ。ちょっとまずいっすね、マジで。ってなると、まあでもちょっと自分の立ち回りをぶらしたくはないので、とりあえずもう一個一応、今ちょっと子役の落ちが悪いんですよ。まあまだ早い、見切るのは早いですけど、とりあえず一応クランキーの中でもう一台ちょっと対抗台の方に移動したいと思います。はい、これも一応上げ狙いのうちの対抗台ですね。昨日は多分右肩が強いので、まあちょっと向こうが埋弱で積もってるっぽいみたいなんで、まだ分かんないんですけどね。取れました。直接名前入りですね。子役外れで化けです。まあ早いゲーム数で化け引けたんで、外れましたね。狙って鳥まで滑ったので、鳥ビッグ一角です。ちょっと早く出さなあかんことを、ああもう、
やっぱね、対戦相手が対戦相手だけにほんまに怖いんすよね。やっぱり重田家の血を引く男ですから。おい、当たった。はい、オッケー、単独負け。うまいうまい。六だこれも、六六。これ言ったらそのちょっとイラってする人もいると思うんですけど、スロットの高設定を座るってことは そんなに難しいことではないんですよ。これも疲れるか分かんないんですけどね。まず一番大事なのはお店選び。お店が一番大事です。そのじゃあどういうお店がいいのって言ったら、まあ、朝の 客付きがいい。あ、当たった。せいビッグ。これで出玉戻ってきたかな。てるてるてて。まあ、それで、あ、なんだっけ、何の話しらっけ。ちょっとこのままクランキー打ってたらちょっと追いつかないかなって気になったんで、ちょっともう一回店内の方見渡したいと思います。はい、じゃあとりあえず朝一15ゲームで当たってるオキドキの方、まあちょっと時間の方もあれなんで打っていきたいと思います。はい、まあ B だと思うんですけど、まあちょっと投資がまあちょっとやばいのと、まあ今で15,000円、まあ本当にまあ普段ならこんなところで絶対天国上がるまで打つんですけど、そうですね、まあちょっとまあもう早め早めに先手を打っていかないといけないので、ちょっと移動します。とりあえず一応昨日狙いつけてたのが一応ここなんで、とりあえずこのマイジャグを様子見ます。よし、それよーし、よーし、勝った勝った。一番の注意点はですね、前上げするよ、打たない方がいいです、絶対打つなとは言いません。6でも出ないです。6でも出ないけど、これもうちょっと危なくなってきてるぞ。横移動します。わー、ダメ。はい、じゃあ立ち子に移動して実践していきたいと思います。見えますか。色違うからビッグ確定。ジャブといた、ジャブ。
いやー、びっくりよかった。生き返った。無双、無双。ちょっと、ケイ君見ていきます。無双か、無双行かれたらだるいぞ。もう無双行かれたらジャグラーの6とか関係ないよ。あー、出た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 。無双だ、無双。あ、20個の無双。確か、めんどくせえな。あー、めんどくせえ。非常にめんどくせえ。勝負投げてるよ。あんなのでドレンされた日には勝てないよ。青保留で赤ショック。激押し出ましたね。どうでもホゼロなんで、どうなんすかね。俺は緑に変わりました。赤ホリオに変わりましたね。これは当たってほしいですけど、さあ、これを超えれば落ちろ。あ、落ちましたね。ジャギまで行きました。この時点ではまあまあめちゃめちゃ熱いです。さあ、白のまま綺麗腹ですね。これは当てたい。欲しいずつ。これが当たって ST ならまだ全然逆転あるんで。キリン、さあこっち、ラオウ。ここまで完璧なんですけど、ただホールゼロでやったっていうのが唯一の不安ですね。大丈夫。なりました。福留無双での投資は2500円です。さあ、あとはこれが ST であってくれることを願うのみです。止まって、まだ分かんないんで。昇格演出もないんで、まあ時短ですね。当てるよ。当たってる？当たってる？ ST ちょ、見てきますね。当たってるだと
やだ見たくねえ見たくねえせいああ時短だね時短した。うん待って今何回ってんだ84ああもう終わりだなるほどまだまだ前弱で大丈夫ダメですね。わあ、色変わった。おい、ビッグ。おい。おばあちゃんにガッツポーズしたらおばあちゃんガッツポーズしっかりしてくれたよウェーイウェイビッグ光りましたよーし。あ、赤い気がする。いや、わかんない。嘘かもしれない。赤いような、赤くないような。赤いっすか？赤くないっすか？赤くない？赤いよね。赤いっすよね。うん、OK。多分、ランプ赤だった。YES!僕、仮にもですよ、仮にも受かったら名前を変えたいんですよで、今匠なんですけど、まあ、兄が主な名詞、この流れからいくと重びたん D しか思いつかないですね。で、ああこれは傑作だーと思ってお兄ちゃんに言ったら嫌だって言われて、もうそれ以降何も思いつかないですね。お願いします。もうほんまにもうこれもうこれもう外したらもう終わりっす。とりあえずですね、なんでこれが白編終わるまでっていうか、まあ4時までにもう一回弾けばいいんですけど、とりあえず終わらなければまだあります。さあ実戦が終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで今日はね、2次オーディションということで、こちら1次を勝ち抜いた匠くんとそして圭くんがガチンコ実戦、はいしましたが、じゃあ匠くんの結果から発表してもらいたいと思います。はい、47枚貸しで、投資が329枚、うん、回収が892枚でプラスの563枚で終了です。お、プラス、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。さあプラス収支ということで、はい、なんかちょっと悔いに残ったところとかありますか？悔いに残ったところはそうですね、まあちょっと4っぽかったって感じですね。6じゃなかったっていう。6をつかみに行きたかったけど、そうです。まあね、収支的にはプラスなんで、そうですね、はい、十分だと思いますが、はいはい、ありがとうございます。そして今日ゲイ、はい、ゲイ君、はい、顔が、はい、顔が生きてます。大丈夫ですか？はい、生きてます。はい、じゃあ発表の方お願いします。はい、そうですね投資の方が、はい、合計で2215枚、はい、回収が233枚、はい、はい、検討もなしく終了でございます。はい、マイナスでございました、はい。ということで
二次オーディション今回の勝者はたくみくんでございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ちょっとちなみにじゃあケイくんのね、今日はここが失敗したなっていうところに行きましたが、何かありましたか。はい、そうですね、すべて失敗しました。え、すべて。すべてです、はい。いや、意外と服装とかは、いや、服装はおしゃれには自信ある。しゃべれてないもんね。そうですね、落ち込み方が半端ないんです。で、はい、多分服装も間違ってると思います。すいません、全部が間違えてる。はい、なんかここだけ食い残るみたいな。そうですね、やっぱり最初自分の狙い台であるマークランキー、まあ、結果僕がクランキーから移動した後に結局出てたみたいなので、まあやっぱりそうですね、その相手の、まあ、相手がジャグラーで、まあ、6っぽい傘になって、まあ、それにちょっと焦って、まあ、そこに負けたりしてしまったら終わりだという結局判断で、クランキーじゃ間に合わないという判断をしてしまった、はい、自分が、結局投手をさらにかさむ結果にしてしまい、負けてしまいました、はい、ということで、はい、ね、まあこれ一発勝負なんでね、はい、ちょっと慌てた部分もあったのかな。そうですね、早くいかないともう間に合わない結果になったらそれこそ追いつかなくなると思ってしまったのが原因かなと思ってます、はい、でもね、負けてしまったということで、はい、でこの二次オーディション勝った方はもう DMM ファッシュタウン、はい、専属タレントということで、はい、高見君はこれから専属タレントとして頑張っていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。さあそしてケイ君の方はあの1時は一応一度突破してるんで、また1時から挑戦権はありますんで、はい、ぜひまた、はい、よければ1時、ね、はい、受け直していただいて、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、お薬飲みます？はい、お薬ください。大丈夫ですか？はい、はい、ということでね、ちょっと明暗がはっきりと分かれた実戦ですが、たくみ君が見事勝利で終了でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。Ha ha ha ha!